はい今回は、ねま、ロケットモバイル紙プランの紹介になりますロケットモバイル紙プランについてはですね過去にもたくさん動画を上げていますのでもしねロケットモバイル紙プランに興味がある方は過去の動画も合わせて見ていただけると幸いですえー、っとですね、えー、今回です、ねまあそういうわけで今までもいっぱいねロケットモバイル紙プランの動画をね上げているんですけども今回はですねロケットモバイル紙プランのソフトバンク回線を契約しましたのでそちらのね紹介になります えー、ロケットモバイル簡易プランについて簡単に、ねえーまあ、言って説明を、ね、していきたいと思いますけれどもこの紙プランはですね、まあ、ロケットモバイルという、ね、格安シムの業者のまあ一つのプランで、まあ、紙プランっていうんですけれども、まあ、低速2 0 0ロ b p s なんですけれども、まあ、通信制限がないということで、まあ、要は使い放題の、ねえー、状況になります。ということで、まあ、あの使い方とかですね使う用途とか、まあ、あと使う人に よっては結構ね、えー、使い勝手があると言いますかね工夫次第ではなかなか面白い SIM カードになるということで一、まあ、つはね低,、あのーまあ、低価格というのが、ね、やっぱ魅力で、えー、ドコモ回線であれば298円で使うことができますそれでですね、まあ、ドコモは298円で使えるんですけれども、うん、au は398円なんですね398円の中に au は SMS も使えますので まあこの辺が100円高いんですけれども、まあ、SMS のねオプション料金というのが、まあ、あのドコモにも SMS つけられるんですけれども、まあ、ドコモに SMS つけるとね追加でオプション料がかかりますので、その辺も含めて考えると、まあ一応ね100円アップの398円の au プラの方が、SMS まで含めると安いんですけれども、まあ、ちょっとね au の方は、 若干あのドコモ改線に比べると、まあ、現状は遅いかなということで、まあ、正直ね、私も契約してますけれども、あまり使い勝手はよろしくないかなというのが、まあ、今、現状です、まああの。もちろんね、格安 s i ムなんで、途中で、ね、変わってくる可能性あると思いますけれども、まあ、現状はあちょっとね、なかなかあんまりお勧めできないかなというのが、まあ。 回線ですねで今回、残りの、ね、ソフトバンク回線というものを、ね、契約したんですけれども、まあ、ただ先ほど言いました通り、まり、あ、ドコモは298円で使えるんですけれども、このソフトバンク回線も実は398円なんですよね、でまあ、100円高いということで,で、100円高いんですけど、ソフトバンク回線は SMS も使えないということなので、単純にその、ね、通信速度とかだけで比較すると、まあ、100円高いということになってしまいます。まあ、そういうい部分で このソフトバンク回線を、まあ、選択する意味って、まあ、どこにあるのかなっていうところが、ねえーまあ、ちょっと疑問なんですけれども、まあ、298円という、ね、非常に低価格で使いたいという人が使っている SIM カードなので意外とこの100円というのは大きいんですよね。 例えば数千払っているものの100円であればまあ,まあ100円の差かということなんですけれども298円が,29が398円になるって結構、やっぱあのそういう安さを求めている人からすると結構なこう価格差だと思うんですけれども先ほど言ったね英業、まあ、あに関しては SNS の分があるので、まあ、その辺を SNS に価値を見出せる方はまあそれはそれでもいいのかなと思うんですけれども、まあ、果たしてねソフトバンク改善の100円アップっていうのは まあどううなななのかとというところなんですけれどもまあですのでまあ端末がそのね AU の例えばプラチナバンドに対応してない端末例えばソフトバンクでまあ売っていた端末とかあと SIM フリー端末でドコもねプラチナバンドに対応していない端末を使いたいということでまあ100円アップでも使うっていうようなところしかまあないのかなと思うんですけれどもまあ,あとはですね 圧倒的に優れているということであれば、まあ、100円出しても、ね、そちらで契約したいという方もいるかもしれませんのでその辺も踏まえて、ね、ちょっとと見ていいいきたいと思います、はい、それで,です、ね、このロケットワイヤーの紙プランなんですけれども、まあ、一般的にはドコモ回線が非常に人気で先ほど言った通り価格が安いというのもありますし、まあ、回線も2 0 0 k ロ b p s なんですけれども まあまあそ,のそれに近い数字が出ていたり、それ以上の数字が出ているということで、使いやすいと言われています。先ほど言った通り、au はまああのサービス始まったばっかりですけれども、ちょっとね現状は私もそうですし、YouTube とかですね、実際スピードステストをやってる人の動画を見ても、あんまりよろしくないかなという感じです。はい、それではね早速見ていきたいと思います。はい、えーっとですね、今回はこちらのですね、 弓デジの A5 プロというねスマートフォンに SIM カードを指しています。今、ねアンテナ立っているのが見えると思いますけれども、こちらね SIM1 にソフトバンク回線の紙プランを入れています。今4 G、4G、4G という、ね、大きい 4G と小ゃい 4G が立っていて、この小ゃい 4G がデータ通信をね表しているので、今、こちらのソフトバンクの回線でデータ通信をしているということで。 で i m 2の方に、えー、紙プランのドコモ回線の方、ね、シムカードが入っていますただちっちゃい 4G が出ていないのでこちらは今通信してなくて現状はです、ね、ソフトバンク回線の方でデータ通信を行うという状況になっていますそれではこれで、ね、スピードテストなんかを、ね、やっていきたいと思います、はい、それでは、ね、毎回やっています Google の、ね、スピードテストでやっていきたいと思いますそれではスタートああ早いですね 200kbps のはずなのに 6イト7イトくらい出てますね。結構スピードテストで言うと、まあまあ早いね、2 0 0ロ b p s とは思えない数字がね出ています。まあ、むちゃくちゃ早いですね、スピードテストだけで言ったら。ああ、まあ上りもまあまあね、えー、の数字が出てるような感じですね。まあ、これでね、えー、398円だったら、まあ、この数字がね正しければ全然ね、はい、結果出ました。一応2 3 9イトこれダウンロードですね。アップロードが1 1> 1. ということで、まあ、先ほど言った通り、200キロ BPS っていう、ね、低速回線のはずなのに、こんなね、シート鉄ではスピードが出ています。一応、もう一回やってみましょうかあ。早いですね、やっぱり2回目も、まあ、似たような2メガバイト前後の、ね、数字が出ています、ちなみに時間はね、10時17分ってなってますけど、ど、まあ午前中の、まあ、通勤の時間帯も、まあと段落した頃の時間帯かなと思いますので、比較的空いてるとは思います。 あ先ほどよりは落ちましたね0.85まあそれでも 200kbps っていうことを考えれば十分な速度がね出ていますはい0.85と0.64ということで、えー、かなりね 200kbps の回線にしては速いスピードで出ていると思います それではね、スピードテストは結構早かったんですけれども、実際にね、例えばヤフーでニュース見るとか、そういったことにちゃんとね、使えるかどうかっていうのを見ていきたいと思います。えっと、今わざとピントをね、あんまりこうニュース見えちゃいけないかなと思いまして、一応ピントを後ろに合わせてわざとぼかしてますけれども、えー、なんとなくね、画面の表示のスピードっていうのはつかめると思いますので、これでいきたいと思います。それではね、ニュースをタップします。うん。まあ、あの、さっきの速度テストでは、 速かっったでですすけどやっぱりスピード的には低速ですよねここに今画像が出てくるんですけれども、えー、結構ね、いかにも低速っていう感じの画像の、ね、出方。まあ、でも、どうですかこう待ってられなくないスピードではないですよね。これぐらいであればニュース見ながらね、見てる間にちょっと画像が出てきたりとか、まあ、続きを読み行ってみましょうか。っていうようなことで。 はい、画面がね変わりまして、もう今ね、文章は出てきました。で、ここに画像があるんですけど、やっぱ画像はまだ出てこないですね。ここにも画像があるみたいですけど、画像は出てきません。まあ、それでもこうやってね、ニュースを見ている間に、まあ、画像が徐々に降りてくるというような感じでいいんじゃないかなと思いますので、えー、まあ、あの、スピードテストはね、かなり早かったんですけども、まあ、実際はやはり低速回線なんですが、まあ、それでも、 ままあまあいわゆる低速の使い方であれば使える感じかなと思いますね。今ここに画像が出てきました。まだこっちのね画像、あ、今画像出てきましたね。まあ、こんな感じでやっぱり順繰り順繰り画像が遅れてね、まあ、出てくるというような感じになっています。はい、それではね、続いては YouTube をね見ていきたいと思いますけれども、とりあえずね、自分の動画を見ていきたいと思います。ちょうね、タグネススマホの動画見ていきましょうか。 すぐあ結構すぐ表示されましたね、まあ、こっちは降りてこない感じですあ再生すぐ始まりましたねこれは画質が荒いので自動に 144p ね 144p になってますけどどうですか、ね、本当にタフなのかというようなことを検証するね動画のシリーズ止まらな、はいですね結構すごいいいですねでもうすでに初戦ですね1戦目をやっていまして、まあ、それはねもしご覧になって バッファーのほうがね先に進んでいますので低速でも 144p だったらまずまず見れてる感じですかねもう少しで追いつきそうですけどまだ追いつかない実際に防水のがどうだったのかということをテストしました 頑張ってますね追いつきそうで追いつかない結構スムーズに、ね、再生されてませんか、まあ、なので画質は荒いですけどね例えばこういう感じの、ね、スマートフォンで見るちっちゃい画面だったりこういう、ねえーまあ、雑談じゃないけど声だけ聞く動画であれば特にねちょっとうるさい問題ないかなと思いますね結構ね快適ですねあの全然止まらないですね1回もね今のところでバッファーも全然先進んでるんで多分これ最後まで止まらないで見れちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、ね、勢いで今再生ちょっと音をね思いますね はいこんな感じで全然止まらないですねここわかりますかここねバッファーの方が先に進んでますんで結構すごいですよねああ意外と快適だなこれははいそれではね次は SIM をね切り替えました、えー、先ほどね SIM1 の方にちっちゃい 4G データ通信が立ってたと思うんですけども今回ね今度はドコモ回線の方に切り替えましたなので 4G と小っちゃい 4G。で、なんかドコモの方がボルテになってますね。まあ一応ね、もともともちろん音声シムじゃないんですけど、一応なんかボルテの表示になってますけども、以上データ通信を今度ドコモに切り替えて、またスピードテストと、えー、YouTube の動画ね、見て、YouTube の動画と,と Yahoo のね、えー、ニュース見ていきたいと思います。はい、それでは同じく Google のスピードテストでね、いきたいと思います。えー、今回はドコモ回線の紙プランです。 速いっすね。めちゃくちゃ速いっすね。ちょっとおかしいっすね、これね。2 0 0ロ b p s なんですけど、20メガバイト。<laughs> ちょっとこれはまあ、おかしいので、まああの、ちょっとこの辺はね、さっきのロケット、あの、ソフトバンクもそうですけど、ちょっとあんま信用できないけど、まあ速いっすね。むっちゃくちゃ速いっすね、アップロードも。ああ、すごいっすね、どこも回線 まあこれはまあちょっとね、まあ、ちょっとあれですけれども、まあ、一応参考までに、はい、8.24と3.55ということで、さっきの、ね、ソフトバンクも結構よかったですけれども、えー、ドコモ回線もかなりいいですね、一応もう一回やってみましょうか。<laughs> どういうことですか、これ。 なんか2回目は全く通信が動かないっていうね。うん。面白い状況になってますね。はい。ということでね、エラーになりました。それじゃあもう一回やってみます。はい。あ、いきましたね。うわ、むっちゃくちゃ早いですね。ちょっと2回目なぜか全く通信しなかったですけども、えー、まあ一応3回目やったらね、やっぱ同じように。はい。ということでね、2回目はアップロード、あ、3回目アップロードがね、ないですね。もうもう一回やってみましょうか。 うん、やっぱりね、4回目やってもね、むちゃくちゃ早いですね。えーまあ、10Mbps ぐらい、ね、出てるっていうことです。8.86ですね。今度はアップロードもいいですね。まあ、やっぱりちょっと、まあ、安定はしてないような感じありますけど、まあ、でも基本的には結構早いっていうね印象ですね。はい、それではね、スピードテストの方はまあ非常にね、えー、早いんですけども、やはりね、あまり当てにならないので、実際の使い勝手で見ていきたいと思います。またね、Yahoo! のニュースを ちょっと見ていきます。あ、早いですね、やっぱりね。早い。ソフトバンクよりも体感では速い感じしませんこの画像の出方とか。で、続きを読む。うん。早いですね。シークバーの進み方とかも結構早いので、今ね、画像が出てきて、こっちもね、動いてる感じです。はい、画面切り替わりました。あ、もうね、文章は出ています。はい、写真も出てきたということで、 やっぱりソフトバンク回線よりは、まあ、スピードテストも早かったですけど、まあ、あれはちょっと置いといても、えー、やはりドコモ回線は結構快適に、ね、使えますねそれでは、ね、YouTube の方を見ていきたいと思いますはいそれでは、ね、YouTube の方を見ていきたいと思いますけれどもじゃあねこの動画ラジナルバンド非たいようでも大丈夫うんなんかさああちょっとちょっと広告が出ちゃってます 広告も快適に再生されてますね。はい、広告スキップ。ちょっとね、やっぱり読み込み、最初のバッファーが入っているようです。なかなかね、えー、再生されないですね。はい。再生がね、始まりました。画質の方は 144p ですね。同じです。144p で再生されています。 あ全然再生できてますねこれもさっきのソフトバンク回線と一緒で、えー、バッファーの方が全然先行してるんでちょっと一応音はね、えー、消しますね音はちょっと聞こえにくいんで音は消しましたけどここね見て分かりますかねはいここね見てもらえるとバッファーの方がかなり先行してるんでおそらくこれも完乾燥できるといいますかね、えー 分ぐらいの動画だったと思いますけれどもおそらく止まらないで144 p であれば止まらないで再生ができてしまうんじゃないかなという感じですね今も全然再生されてますし一切止まる様子がないですねなかなかすごいですねまあ時間帯もあると思います先ほど言った通りねまあ10時30分って空いてる時間っていうのもありますけれども結構快適にね使えてるという感じですはいそれではね、えー、次はね結構苦戦するね google マップをいきたいと思います今はねとりあえずそのままドコモ回線になっていますので ドコモ回線で大阪駅をね検索したいと思います。はい、今来ました。うん、やっぱりなかなか厳しいですね。結構ね、データ量が多いみたいなんですよ。あ、それでもね、来ましたかここだけ来たのか。こっちの画面は、地図の方はね、動いてないですね。うん、やっぱり YouTube よりもきつい感じですかね。あ、それでも、はい、とりあえず、えー、線,線路みたいなね、路線が出てきましたけれども。 全然地図としてはまだまだ出てこないです。うん。なかなかやっぱりね、Google マップって結構やっぱデータ量が多いみたいで、結構苦戦するんですよね。この紙プランとかでも。全然出てきませんね。あ、ちょっとちゃんと出てくるまでにはかなりね、時間がかかりそうな気がします。まあ、これぐらい時間かかっちゃうと、ちょっと実用の、実用にまあ耐えないかなという感じは若干出てきましたね。はい。あ 結構、バッといっぺんに出てきました。じゃあ、ちょっとこれ見てみますかん。やっぱりこう、例えばね、駅の周り調べたいなって言ってもこの、このデータ量ではね、ちょっと調べられないので、なかなかちょっとね、やはりロ,、えー、ロケットモバイルの紙プランで、Google、まあ、マップっていうのは若干厳しいかなという印象ですね。まだ降りてこないです。 はい、それではね、今回ソフトバンクの方で Google マップね、行ってみたいと思います。今度はね、やっぱキャッシュのない名古屋駅を行ってみたいと思います。さっきの大阪でも表示されてますけどね。あ結構早いか。まずここが出て、その後ね、地図が出てくるんですけど、やっぱり出てこないですね。まあ、なので、YouTube よりも Google マップの方がきついかなという感じはあります。まあ、YouTube もあの一番の低画質ですけどね。やはり こうね、あでも、来ましたね。あ結構、ソフトバンクの方はまあまあいい感じで来ました、うん。まだちょっとね、情報を見るというところまではいかないけれども、まあ、道は出てきましたし、はい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 、まあ、やっぱり時間かかりますね、なかなか全部の情報が出てくるまでには時間がかかりますけれども。 まあ一応待ってれば、さっきの大阪も、ね、あれですけど、かなり待ってれば、そのうち表示はされるっていう感じですけれども、ちょっとやっぱり、YouTube よりは実用度が低いかなという感じです。はいちなみにね、電波の状況はといったら、両方ともね、バンド1をつかんでいるようです。まあ、電波そのものはそれほど悪くはない、まあ、すごいね、バリバリってわけじゃないけれども、それほど悪くないですね、100、100前後なので、そんなに悪くないとは思いますので。 まあ一応ね同じぐらいですね、電波の強さもバンド一で同じぐらいで掴んでいましたはい今回はです、ね、ロケットモバイルの紙プランのソフトバンク回線のね紹介と、まあ、ちょっとドコモ回線との比較をしていきましたけれども、まあ、ロケットモバイルの、ね、紙プランの中ではやっえばドコモ回線が一番評判がいいですので、まあ、それと比べると、まあ、そんなに遜色ないかなっていう感じですね、そんなにスピードも速いですし使い勝手的にも、まあ、同じぐらい、同等かそれ以上。 まあま、あ同等ぐらいですかね、えー、かなというふうに思います。まあ、ただ、先ほど言った通り今、まあ、100円高いっていうところを考えると、まあ、あえてソフトバンク回線を選ぶところっていうシチュエーションがあんまりないかなという感じもします。まあ、298円でドコモ回線を契約しておけば、ロケットモバイルの紙、ね、プラについてはまあいいのかなという感じはありますね。まあ、ただ、どうしても先ほど言いました通おり、まあ、端末がね、まあ、中国のスマートフォンなんかを使っていて、どうしても。 バンド受9に対応してなくて、まあ、やはりエリアの問題で、えーまあ、バンド8が使えるソフトバンク回線を選びたいというような、まあ、非常に、ね、強い理由があるんであれば、100円、まあ、高くてもソフトバンク回線を契約するということはあるかもしれませんけれども、まあ、どうでしょうね、まあ、100円高いっていうのが、あの最初にも言いましたけど、結構ね、紙プランでは100円の価格差ってかなり大きいので。 その辺は100円高くてもソフトバンク回線がいいという方であればそういうのを選ぶというのはありかなと思います。というわけでロケットモバイルの紙プラン、私はついにトリプルキャリアを制覇したわけですけれども基本的にはドコモ回線を価格も安いですしドコモ回線を選んでおけばいいかなと思います特別な端末の需要とかがあればソフトバンクを選ぶというのもありだとは思います。回線は まあよほどね、SMS にこだわり、どうしても SMS 使いたいっていう方でなければ、まあ、あえて選ぶ必要は現状はないかなというふうに思いますので、まあ、その辺はね、まああの、使う方の事情もあると思いますので、まあ、一概には言えませんけれども、私が使った感想ではね、そんな印象を受けました。はい、今回は以上です。